ボラベンゼンは、ベンゼンの炭素原子の代わりにウ素を持つ、方向属複素乾式化合物である。その単純な構造や、ウ素炭素原子間の強固な結びつきにもかかわらず、ウ素原子上に、排子を持たない、フリーのボラベンゼンはまだ単理されていない。酵素が強い類子酸であることによる分子の不安定性により、電子不足となっている。 フリーのボラベンゼンを作ろうとする試みはすべて、カゲイオンリガンドや中性リガンドとの作体の生成に終わっている。しかし、ボラタベンゼンと呼ばれるカゲイオン作体は、アニオン成廃型肺囲史として、肺化学において広い用途を持つ。また、ピリジンやトリフェニルホスフィン等の電子共有分子と安定な付加物を形成する。ボラタベンゼンは6因間に負の電荷を持ち、 繊維金属錯体にしばしば用いられる、シクロペンタジエニルアニオン等のような強いパイ、共有配囲体として働く。実際、多くの繊維金属のサンドイッチ型錯体は、ボラタベンゼンとして用いられると報告され、アエンのサンドイッチ型錯体は、ジルコノセンと同様に、エチレン10号の触媒として用いられる。一ボラタナフタレン、九ボラタントラセン、ボラシクロクタテトラエン、に。 ニジボラタビフェニル等、いくつかの含む、酵素環状化合物は、ボラタベンゼン類に含まれる。これらのうち、ニ、ニジボラタビフェニルは、ボラベンゼンを元にした初めての二座のイス酸であり、よく使われる二座のイシに、ニビピリジンのルイス酸アナログであるとみなせる。この化合物は、酵素と窒素を含む、多環方向属炭化水素のアナログを形成し、 放素原子と窒素原子の間の電解動のために特徴的な光学的及び電気化学的性質を示す。ボラベンゼンは電子不足のアルキンとのディールスワルダー反応でボラバレレンと呼ばれる放素がぶら下がったバレレンを形成することが知られている。同様にベンゾボラバレレンは2、フェニルトリフラートとフッカセシウムによりベンザインから得ることができる。 これらのバレレン化合物中の放送原子は、酸素ピラミッド型で、より強い類ス酸となっている。これは、通常の放送ピリジン不化物中の BN 結合が 165PM であるのと比較して、158PM という、以上に小さな BN 兆を持つことからも示される。この性質のもう一つの顕著な兆候は、摂氏200度であっても、ピリジン肺異子を離しにくいことである。 通常のバレレンとは異なり、このベンゾバレレンは、快感メタセシス1号も起こしにくい。1、ブラバーリーンデリバティブズビアディールズ、アルダーアディションス2、ブラベンジーンズトーマス・ケイ・ウッド、ウォーレン、E ・ピアーズ、ブライアン・ A、キー、アンド・マサド・パーベス・ ORG、レッド、20068ピアニッシモ2875から2878度イ、10.1021。 ゴルレ6 1 2 0一 w ありがとうございます。